形式なん AWS やったかな、 AWS210 クラン今回もやな、プリウスの次はまあこれやな。プリウスはまあほんまやけど、これはもうちょっとどっちか分かれへんな。寒いのか、寒なったらなるやん。多分でもちょっと寒かったんですよ。ほんでね、一回なんか前もあったんですけど、あのコトンってあのこんなちょっとした段差、うん、ゴンってなったら、前はそれでなったんですよ。ほんで今回もなんかちょっと段差、それでももうバッテリーが中ショート仕掛けてんじゃん。で段差の時にショートして、はい、だもうあかんのじゃん。ちょっと鍵どこある？もうあかんのじゃん。もう掘ったやんじゃん。もう掘ったやんじゃん。もう掘るか。俺もらうわ。よいしょ。これどこやったかな。これなんか黒かって見えへんかったな。黒やから見えへんかったよ。黒いからね。見えへん。真ん中にあるやん。探りに行きます。よいしょ。これな、これほんまな、これでも段差でなるんやったらこの寒さでないわ。だからもうこの一個一個のこのどこかがポンと緩んでんのじゃん。ショートしてんだよな。ちょっとね、出たところから行きます。エラーね、3つあります。まあ、これはね、もうハイブリッドのねバッテリーね。で、今エンジン機の多分電池切れかな、なんかそんなも出てましたね。うん、もう内部異常やから、その段差でそのあれやわ。これまだだいぶやから消せると思うねんな。でこれがなんか前のあれかな、似てる、そのどこの箇所がショートしてるって出てくるね。それなってきたらもうハイブリッドバッテリー交換な。とりあえずもう消しとくで。もう今どないもならんもんな。今帰ろうとも無理やるな。な、止まったやろ、逃げたやろ。ブリウスはこの間も3回目ぐらいにもうシステムエラーでもう内部何番がもうあかんってなってる。これまだ出てないから、もうこれで一応とりあえず、ただもうすぐ鳴るとか頻度がこうな短くなってくるとかやったら、多分その内部のあれが出てくると思うから、何番って出てきたら買うて、その時は覚悟する初期や。それもう俺にくれて、車なただでくれて。ほんなら俺乗るやん。じゃあこれでかいな、ちっちゃい軽の方がええんちゃうでな。じゃあ異常なしね。まあ、これでね、とりあえずね、またプリウス動画もね見たら分かると思うんですがね、同じような症状です。またね、あのまたなればね、またアップしていきたいと思います。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。